ロシア皇帝は1721年から1917年までのロシア帝国で用いられた君主号である。正式名称は全ロシアのインペラートルないし、全ロシアのインペラトリーザ。インペラトルの称号は大北方戦争にて勝利したことにより採用され、ヨーロッパにおける皇帝号に適用させる形で出現した。の説当時は、 ウラジミルスーズ・ダリタ公国時代のロシアの君主が用いていたという表現を継続しているという意味合いが含まれていた。ロシア皇帝基本立法の第一条によれば、全ロシアのインペラートルは絶対的かつ無限の君主権を有する。その最高権力は神自身の両親の命ずるところに従って統治するものであるとされていた。自身の意味と合致する絶対的と無限の用語は、 法の形成、それを行政的に行使する範囲内での適切な活動並びに司法に沿う形での全国家権力の機能が自身の名と権力に基づいて活動するという手段をもって遂行する他の主要な国家機関の参加抜きで独占的に遂行されるということを意味している。この第一条からロシアは絶対的かつ無限の君主が統治する。 法国家であるということを特徴づけている。20世紀初頭における、ロシア皇帝の完全な称号は、以下の通り、ニコライ2世の称号、それを省略した場合は、何らかの法に則っ,った形での特定の、場合においては、の単純化した形のものが用いられる。ロマノフ朝の系図、全ロシアのインペラートルの称号は、ピョートル一世大帝の下で導入された。 大北方戦争に勝利して1721年9月に、ニスタット条約が締結されると元老院とシノ戸は、ピョートル一世に対して通常、高貴な家柄の出であるローマの元老院が、末長く加盟が存続することを記憶に留めるよう、法規に則っ,って、公衆の目前で捧げられる、インペラトルの称号を用いていたのと同じように、の公式声明を出して、 インペラトルの称号を贈呈することを決めた。1721年10月22日に、ピョートル一世は、インペラートルの称号を採用し、プロイセン王国とネーデルラント共和国は即座に、スウェーデンは1723年に、オスマン帝国は1739年に、グレートブリテン王国とオーストリアは1742年に、 フランス王国とスペインは1745年に、最後に、ポーランドリトアニア共和国が1764年に、ロシアの新君主号を承認した。ロシアツァーリ国という国名もインペラトルに合わせて、新たに、ロシア帝国と解消したのである。1722年2月5日に、ピョートル一世は、それまでの中世以来の慣例を廃止して、定位は、 男子の直系子孫に継承されるが、皇帝の栄誉によりそれにふさわしい人物は、後継者として指名されることを許されるという旨の定位継承に関する布告を発行した。1797年4月5日に、パーベル一世は、新たな定位継承に関する法律を作成した。これにより、ロシア定位継承者は、基本的には長子であることが原則とされ、それに続くものは、 ポーランドとフィンランドとの関係が結ばれることとなった。このことはすなわち、長主たる定位継承者が皇居な内し拒絶した場合に備えて継承できるように以下に続く者がその代理人としての役割を担わされたということを意味するのである。直径で定位継承者がいない場合には、傍系の者に継承順位が移ることとなっている。直径傍系を含む家系内においては、 男性の方が女性よりも優先とされ、女性を差し置く形で、冒険男子の者が養成されることとなった。皇帝に即位する際に求められていたことは、わずかに正しい信仰の告白のみである。君臨する皇帝及び継承者が16歳に、達すると、たとえ統治能力が欠けていたとしても、自身の統治権が行使されることになっている。ただし皇帝に、 統治して創生した場合を除く何らかの事態が生じた際には生存しているその父母が皇帝不在時における継承者の最有力候補の地位に収まることとなっている。ロシア帝国の統治者は皆1613年に即位したミハイル・ロマノフに始まるロマノフ家の血統に属している。もっとも1761年以降の皇統はピョートル一世の娘アンナと シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公をカール・フリードリヒの子孫に移り、男系では、オルデンブルク家の分子にあたるホルシュタイン・ゴットルプ家に属していることから、二人の息子であるピョートル三世以降は、厳密には、ホルシュタイン・ゴットルプ・ロマノフ家の血統に属している。1917年3月2日に、皇帝ニコライ二世が、皇太子、アレクセイの継承権を放棄させる形で退位し、 翌3日に最高等地権を委ねられていた弟のミハイルも辞退したことで皇帝の存在は事実上消滅した形となった。9月1日には臨時政府によって共和制の布告がなされた。26,730税、ニコライ・アイ税1825年12月26日。ありがとうございます。